おお、こんな感じなんや。おお、なんか開けた瞬間パンと熱い感じするけど、すげえ。さあ、今回は川崎の駅前にやってきました。これチッタの中にあるサウナなんですけど、川崎チッタなんですけど、いや、ネットで一人サウナを楽しめる個室のサウナ施設ロウリュウランドできたと。で、それで出たからもう速攻僕も連絡して記事見て、で許可得たっていうことで、こちらじゃじゃん、ロウリュウランド、かっちょいいパターンです。だからサブスク系のやつですね。月会払ってっていう。一人サウナ月会費払って一人で来れるっていう、めっちゃいいパターンのやつ。こんにちは、よろしくお願いします。スポーツジムの感じですね。すいません、この度は私いきなり連絡させていただいてその時連絡させていただいたのは私です。三つ江さん、はい、僕ネット記事見てですぐ DM 送ったんですよね。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、で DM でやり取りさせていただいたんですよね。びっくりしたんですか。めちゃくちゃ驚きました本人かなと思ってちょっと最初疑っちゃったんですけど。ちなみに YouTube は、あ、見てました。マジですか。はい、本当に見てました。いや、ありがとうございます。道さん今日来るかなと思って期待してた今度あ、今日は誘ってみますね、今度ね。いや、でその時の、ね、見せていいですか。あ、もちろん。はじめまして、お笑い芸人の TQ の木本と申します。突然のメッセージ失礼いたします。サウナに特化して YouTube チャンネルをやっているのですが、もし可能なら撮影させていただきたくて連絡させていただきましたって送ったんですよね。そして嬉しいのが、ご連絡ありがとうございます、むしろお待ちしておりましたと。そのむしろお待ちしておりましたっていう一言もらったから、次から絵文字入れまくりですよ。もうもうここからはもうフランクに行こうと思って。そうここで靴を脱ぐ、そしてロッカー、一応やっぱり37でね、37でいきましょう。ここ37か、やっぱりサウナですから37でねここはやっぱりね、はい、ディレクターの靴あるあるね、かかと踏んでるっていうね、すぐ脱げるようにっていうね本日は6番のお部屋ですね。6番いただきます。お願いします。じゃあサウナハットとはレンタルで、あ、できますので。サウナハットもレンタルできるんですか。はい、いいですね。今日レンタルしてもいいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。女性用のインナーももうじゃあ手ぶらで来れるわけですね。はい、そうです。シャツこれを着て入っても館内に、はい、お借りするとして、はい、あ、いいサイズ感でタオル生地ね。どうですか。めちゃくちゃかっこいいです。それそう言いますよ、ね。めちゃくちゃかっこいいです。それ絶対そう言いますよね。ガチャガチャがありますけど、このガチャガチャは化粧水&乳液セット。なるほど。ガチャガチャもう一個ありますよ。あ、アロマガチャガチャ。ロウリュウの時に使っていただきます。はいはいはい。シトラス&ベリーっていうことは2種類。じゃあ、はい。出てきました、はい、シトラス大正解です。匂いました。わかりました。バスタオル2枚とフェイスタオル1枚お取りください。バスタオル2枚ということは1枚は、はい、サウナマット代わりにサウナ室に敷いてください。なるほど。なんかとにかく最大級の一人サウナですからめっちゃ広いんですよね。ここ入ったらサウナエリア、サウナエリアですか。ロウリュウ、うわ広っ、見て、めっちゃ広い。こっちはこれどうなってるんですか。こちらに向かっていただくと、はい、女性専用エリアに広がってます。はい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 、はい、普段は男性の方入れないんで、入れない。うわー、こんな感じなんや。もうなんかへーって感じ、すげー。これは女性用でいうと1,2,3,4,5,6,7部屋ですね。はい、おお、もうこの中にサウナ室とシャワー室があって、でも休憩の整い椅子があって、
サウナ室が。いや、めっちゃいいですやん。なるほど。これ、一人しかダメなんですか？二人まで大丈夫です。二人まで入っていいんですか？はい、じゃあ、一人会員で友達連れてくることもできるんですね。もちろん大丈夫です。で、その人はビジター料金払えばいいんですね。そうだと思います。ドライヤーもちゃんとあって。あ、これ、テスコムの伸び。テスコムの伸びいいんですよ。テスコムの伸び。伸びいいんですよ。あの音静かで。静かで。風量すごい多いというか強いですよね。そうです、そうです。だから女性、髪の毛長い人とか乾かすのめっちゃみんな人気なんですよ、この伸び。そうですね。はい。なんで笑ってんの？テスコムの伸びって初めて。水シャワー。ローリューランドさんは水風呂ではなくて、はい、水シャワーで、はい、整いに向かうわけですね。おっしゃる通りです。あ、めっちゃいい、この落ち着く。これが7部屋あるわけですね。めっちゃいい。時間の区切りはどれぐらいなんですか？70分間個室を使っていただけます。70分間、はい、なるほど。ドレッサールームがあって、女性用の。じゃあそれは結構髪が長い方多いんで、はい、もうゆっくり乾かしていただくように。そうですね、はい、髪の毛乾かすとき正直ちょっと広いスペースの方が涼しいからいいんですよね。そのドライヤーも実はちょっと違って。あ、ほんまや。さらに大風量のモツヘアのやつや。髪に優しい。何でしたっけ？モツヘアですよ、これ。モツヘア、モツヘアの。え、なんで一種類でいかないんですか、ドライヤー？あっちは静かなので、こっちのはもう思いっきり。なるほど。と乾かしていただく。こっちはもう静かっていうのを置いといて、とにかく風量でガツッとっていう、はい、なるほどね。ここのエリアはじゃあこっち側は男性になるんですか？男性と女性も使ってもらって OK です。あ、共有。共有です。混浴できるんですか？大丈夫です。意外と個室サウナって混浴無理なとこ多いですもんね。そうなんです、そうなんです、うん、そこはもうちょっとね、お客さん信用してってところですよね。おっしゃる通りです。健全にね。健全な施設です。うわー、こっちもほら、こっちはこっちでまたストーンと奥に抜け感があって、お城というか洞窟というか、非日常を体験していただきたくて、ちょっと洞窟をイメージしてます。洞窟をイメージしてるんですね、はい、会員になったはいいけど予約全然取られへんっていうので、はい、よくぼやく友達いるんですけど、あのパターンになりにくいですよね。そうです。25部屋やったら、はい、こっちはそこ VIP エリアですね。あ、ほんで書いてる、はい、VIP エリア。あと、え、後で見てもいいですか？もちろんもちろん、ま、じゃあとりあえず使わせてもらいます、はい、もちろんです、はい、よろしくお願いします。ここでいいですか？はい、そうです。ではでは、では早速入りたいと思います。シャワーに、よいしょ。コーク2枚でシャワーを右から使えるんですよね。よいしょ。よし。なんかあれですよね、あのちょっと個室にちょっといる感じがすごい僕的に違和感で。そう、なんかね、なんかね、なんかちょっと変な緊張感が起こった、ね、2人緊張しますもんな。ではでは早速行きましょう。おお、あ、開けた瞬間バンと熱い感じするけど、意外と入ってみるときつくない。温度がこれで、でも85度ぐらいですね。で、これストーン。最近増えてきたこれ。15分計。砂時計で。よしよし。あ、でもこのセッティングやったら、10分は余裕で入るな。一発ロリ打っときます？ストレス。
来た来た、ああいいわ、すごく。おー、降りてくる。あ、めっちゃいい、柔らかい蒸気。ちなみにこのローリューランド YouTube の撮影、これ初めてって言ってたもんね。そうですね、さっき。よし、結構温まったかな。15分。なかなか温まってたんやなと思います。え、何度ぐらいですか。だいたいあの温度変えるのかな。そう、一番今温度下げてるけど、体感20度ぐらい、あ、十分。素晴らしい、めっちゃいいサウナで、先入る前にこそっと聞いてたんやけど、この扇風機がめちゃくちゃいい扇風機、あの風が柔らかい、モーターがこういう風を作るモーターとしては最適らしいですね。湯浅ですか。湯浅ですって。めっちゃいい扇風機、外のほんと外気浴の時のファーって吹く風の柔らかさに近いですよ。ちょっとこれアマゾンで買いますわ。マジで。さっき聞いたら VIP の方のシャワーは、水シャワーはチラー通してって16度設定。今も思ったんですけど、こう触ったらなんとなく20度ぐらいの温度やったけど、流れてるから体感温度が冷たいですよね。ってことは、その VIP の方の16度設定のやつっていうのはかなり冷たい感じになっちゃうかな。ちょっとじゃあ VIP 行きます。 VIP 行きますか。 VIP 行きましょう。 VIP ルーム、じゃじゃん。よし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 、はいはい、お、広いですね。インフィニティチェアでサウナ室、あ、サウナ室は同じぐらいって感じ。これを押したら、はい、もうあの16度セッティングのチラー通した水が、わあ冷たい。さっきの中に、うん、あーすごい、めっちゃ冷たい。16度で、この体感16度じゃない。ではでは、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。そういえば、ええ、酒井さんおめでとうですね。あ、そう、酒井ちゃん婚約おめでとう。どんな気分なんやろ。だって一緒に番組やってるアシスタントのアナウンサー、式にね行ってるってましたよね。うん、静岡行って、うん、一緒に行ってたんちゃいます。で、だってその彼女さんのね、お家から行ってらっしゃいみたいに手振ってたとか書いてあったから、ラジオやって静岡で、で彼女さんのところ泊まって式に行って帰るみたいな。何してんねん、めっちゃええやんかそれ。めっちゃいい、ね、すごいですよね。いつか式辞にね3人で行きたいですね。ああ、いいですね。奥様と、酒井さんと、木本さんで式辞初めまして言って、で式辞入って
爽やかなハンバーグ食べて3人で関係ないああと有野さん、有野さん、有野さんはスポーツジムのサウナにもしょっちゅう入ってるんやけど、はい、その口でいつも説明してるんですよ、こうやって入ってみてくださいって、はい、そやけど全然わからんって言ってやってんのに。へえ。俺有野さん一回連れて行きたいですよね。終わったかった。じゃあちょっとチラシャワーありますよ。チラ。おお。おお。おお冷たい。おお。おお。おお。うん、初めて言うけど、ウープス、ウープス、冷たい、すげー、おー、すごい、普通の重力とちゃうやっぱり、キンキン、これはいい、マジでいい。ありがとうございました。ありがとうございます。結局、はい、5セットやりました。そんなにやったんですか？VIP 、はい、会社で福利厚生で入る人も多いんですかね？あ、今後は増やしていこうかなって思ってます。あ、そうですか、はい、来られた人がもっとこれだあったらいいとかあんなやあったらいいとかっていうのも、はい、そのブラッシュアップの中の、そうですね、テーブルに上げてもらえるんですね。おっしゃる通りです。ああ、いいですね。めちゃくちゃ募集してます。募集してます、はい、なんて言ったってさっき聞いたら、社長さんはじめ、はい、もっとついこの前まで別にサウナハマってなかったって。そうです。でこうホットヨガの、はい、場所だったんですね。でそれサウナやっちゃうみたいな感じで、はい、もうノリと勢いだけです。ほんでサウナバーハマって、はい、そうです。サウナの良さにやっと気づいて、じゃあ皆さんにも味わってもらおうみたいな。なるほど、はい、じゃあちょっと来られた人はどんどん意見みたいな言っちゃっていいんですね。おっしゃる通りです。なるほど、お待ちしてます。じゃあ、僕が言うのは絶対違うと思うんですけど、はい、ロウリュウランド、みんなで作ろうロウリュウランド。絶対僕が言うことじゃないですよね。ロウリュウランドの壁にね、サインをね、書かせてもらえるわけなんで。え、そうなんだ。え、第1号すごい。どこでもいいですか？どこでもいいです。もうおしゃれ。いろんなこれから来られるいろんな方も、すいません、僕1号でいます。でもちょっと上の方にある感じがありますね。出る、出れた。あれ、あれ、あ、なんとか出てきますね。取材減らないですよね。大丈夫ですね。他の大丈夫。